ノルウェー、ノールカップの白夜白夜とは、真夜中になっても白明になっているか、または太陽が沈んでも暗くならない現象のこと。主に北極圏付近や南極圏付近で、下始前後に見られる現象。北極圏付近では6月下旬前後、南極圏付近では12月下旬前後ということになる。北半球では、北欧諸国、グリーンランド、ロシア北部、 カナダ北部、アメリカ合衆国アラスカ州、南半球では南極大陸の大部分で観測できる。深夜でも街中を散策する人々が見られる。大義語は極夜。地球の高天面の水線に対して地軸が約23.4度傾いているため、夏に着いた地中太陽の方を向くことになる地域がある。そういった地域の夏は夜になっても太陽がほとんど沈まない。 白夜が起きるのはおおむね井ドが66.6度以上の地方であり、北緯66.6度以北の地方を北極圏、南緯66.6度以南の地方を南極圏という。ただし、それより低緯度の60度34分以上の地域でも太陽は完全に沈むものの真っ暗にならない白明のまま朝になることがあるので、これも白夜ということがある。 白夜が起きる時期は、夏至の前後であり、北極圏では6月下旬前後、南極圏では12月下旬前後である。また、白夜が起きる期間の長さは緯度により異なり、高緯度になるにつれてその期間は長くなる。例えば、北極線上で白夜が起きる期間は6月12日頃から7月1日頃までであるのに対し、 スワールバル諸島では4月20日頃から8月22日頃までとなる。ビアクヤという日本語表現はロシア語のから来たと考えられる。現代王というドストエフスキーの小説はビアクヤと訳されている。ビアクヤの読みは本来白夜であったが昭和40年代に知床旅情が流行したことによって歌詞にあるビアクヤという読み方が世間一般に広まり、 美薬屋の方が一般的な読み方として定着したと推測されている。知床旅情の発表以前に美薬屋という読みが全くなかったわけではなく、1958年の映画広告で美薬屋に美薬屋という読みが振られている例が存在する。白を美薬と読むのは語音で白と読むのは漢音である。語音、微白は古くから日本語に入った語や仏教用語や、 白衣観音の美薬絵などに使われるのに対して、より新しい語には観音、白が使われる。このため、新しい語である美白絵は、白絵が本来の読み方と考えられる。国語辞典では、広辞園第6版、日本国語大辞典第2版で、白絵を標準見出し語としている。二千年時点で NHK は、白絵という語について、美白絵を 標準読みとし、場合によって、白夜と読んでもよい、という基準を示している。NHK は1980年以前は、白夜という読みしか認めていなかったが、その後、美白夜を任用し、さらに標準読みを改めた。NHK 放送文化研究所は、美白夜の本来の読み方は、白夜であるが、新しい読み方である、美白夜が断然優勢となり、 言葉としての市民権を得たとしている。知床旅情は1960年に森重久也が自ら歌って発表した曲であるが、この時には大きなヒットとはならなかった。その後、1970年に加藤時子がリリースしてヒットした。1980年に NHK が行った有識者アンケートにおいて、9割以上の回答者が白夜の読み方を 微薬屋と答えたため、それまで白夜しか認めていなかった NHK は微薬屋を引用することとなった。国文学者の池田や三郎は知床旅情が発表された頃、森茂に微白屋は白夜であると直接苦言を呈して応酬になったといい、後にエッセイで歌の流行につれてとうとう微白屋を白夜などと発生した嫌な言葉が全国的になった。あれは 白夜である。美白という語音に文学味芸術味を感じ、正しい言い方を犠牲にしてしまったのであると批判的に述べている。また、大正時代に鉱山技師としてシベリアに滞在してこの現象を体験した廃人の山口清村は1975年のエッセイで、私は最初から白夜と言ってきた白で良いのを美白と読み、高級になる気がしたのであろうと記している。 ありがとうございます。